ジライアはわしにナルトへ蔵入りしろ言うて死んだ。年々四代目の封印も弱まってきとる。いざという時それを締め直すために鍵が残されたんじゃ。とはいえその鍵はミナトが残したもの。いずれはナルトに渡すべきだの。しかしその鍵の術式をミナトがわしに。ではあの術をナルトに完成させるのがあやつの意志だとわしは思う。こやつはナルトの小封印の鍵そのものですじゃ。ナルトに渡しても大丈夫じゃろ。渦巻きナルトをここへ呼ぶのじゃ。そやつの予言をわしが。おほー、呼んだのは他でもない。お前への予言を見た。予言か。いいぜ、覚悟はでき。お前はこれからタコに会う。な、タコ。目に力を宿している少年と戦うことになる。変わりはしねえ。お前と分かり合う気もねえ、死ぬ気もねえ。お主見えたのか。ああ、ナルトへ蔵入りする予言も見た。なんでした。を渡してやれ。おじじ様がいっぱい。これってこれでやろうと思えば九尾を野放しにだってできる。そこの四角のところに手を押せ。うじうじしたって仕方ねえってばよ。自立じゃ、蔵入りする。で、蔵入りって。で、口からぬるぬるして気持ち悪い。導きがあるであろう。